はい、皆さんおはようございます。それでは私の国インドネシアについてお話ししたいと思います。よろしくお願いします。インドネシアは東南アジアにある国です。インドネシアの首都はジャカルタです。インドネシアではたくさん島があります。約1万7500島があります。沖縄島は、5つあります。それはスマトラとカリマンタンとジャワとバリとスラウェシとパプア島です。インドネシアの人口は2億5000万人です。面積は約190万平方キロメートルです。インドネシアの公用語はインドネシア語です。これはインドネシアの、旗です。色は赤と白です。赤の意味は雪です。雪は英語でプレイという意味です。白の意味は純粋です。純粋は英語でピューリティです。インドネシアでは約300民族がいます。とても多いですね。それぞれの民族がそれぞれの言語を持っています。これはガルダです。強い鳥の姿がインドネシアのシンボルです。では、有名なところを紹介したいと思います。まず、ラジャアンパッドです。ラジャアンパッドは南インドネシア、パプアの島にあります。ラジャアンパッドは、一番きれいなところ、世界で一番きれいなところだと言われています。世界の、魚の種類は半分ラジャアンパッドにいます。ラジャアンパッドの海はとても綺麗なので、ダイビングやスノーケリングのスポーツとして、有名です。次はトバコです。トバコは北スマトラにあります。トバコは東南アジアで一番大きな湖です。世界で、一番深い湖ともあります。トバコの真ん中に有名な島があります。その島にバタフ人というインドネシアの民族が住んでいる島です。ここに行くとバタフ人の歴史やバタフ人の伝統的な文化を見ることができます。次はバリ島。バリ島は世界中とても有名ですね。皆さんもよく知っていると思います。バリ島ではたくさん観光地があります。一番有名な観光地はクタビーチです。クタビーチでは波がとても綺麗です。たくさん外国人がサーフィンをしに来ています。クタビーチのサンセットもとても綺麗です。次はコモド島です。この島にインドネシアにしかいない動物がいます。この動物です。この動物の名前は島の名前と同じでコモドドラゴンと言います。はい、次はブロモさんです。ブロモさんはとても有名な山です。インドネシア人はよくブロモさんに登りました。ブロモさんの高さは2392メートルです。あまり高くないですけど、
グロモスさんで見る日の出はとても綺麗です。雲の上にいるような気分になります。はい、次はインドネシアの果物を紹介したいと思います。まずはドリアンです。ドリアンはインドネシア語のユリです。ユリは日本語でトゲという意味です。この果物の皮にトゲがたくさんあるので、ドリアンと名付けました。ドリアンの匂いがとても強いです。ドリアンをたくさん食べたら酔っ払ってしまいます。気をつけてください。はい、次はラムタンです。ラムタンは多分インドネシアにしかない、果物だと思います。ラムタンはインドネシア語です。次は髪の毛です。皮に毛がたくさんあるからラムタンと名付けました。ラムタンは熱帯トロピスの果物です。毎年の9月、毎年の9月はラムタンの季節です。値段はとても安いです。1クルキロは100円ぐらいです。味は甘くて自然です。美味しいです。次はジャンボアイロンです。ジャンボアイロンは日本語で豚ももとも呼ばれているそうです。ジャンボアイロンは味が、ジャムエイはとても小さいですが味が甘いです。美味しいです。これはマンギスです。果物の中でドリアンは果物の王様と呼ばれています。でマンギスは果物の女王様と呼ばれています。マンギスはアンティオキシダンが一番高い果物と、呼ばれています。たくさん人が、マギスを食べたい。マギスを食べたら体にいいです。はい、次は有名な食べ物を紹介したいと思います。まずサテです。サテは小さい肉、鶏肉か牛肉、牛を刺して焼き食べ物です。インドネシア人はだいたい夕方頃食べます。次はレンダンです。レンダンは世界中で一番美味しいな食べ物と言われています。レンダンは、牛肉とココナッツミルクとスパイシーで、クッキングしました。クッキングした食べ物です。ジャワ島の伝統的な食べ物です。インドネシア人はご飯と一緒にいろんなものを食べます。美味しいです。次はナシゴレンです。ナシゴレンという言葉は日本語でご飯を炒めるという意味です。ナシゴレンは、日本のチャーハンみたいな。みたいな料理です。ナシゴレンは、外で売っている人がたくさんあります。食べたい場合は買った方がいいです。次は、バクソです。バクソはインドネシアで一番有名な食べ物です。毎日食べている人もいます。バクソは日本のラーメンみたい料理ですが、ミートボールが中であります。とても辛いバクソが有名です。あと1分。はい、次はコビルワクです。コビルワクはルワクの糞から作るコーヒーです。ルワクはジャコネコと言います。匂いがとても良くて、美味しいです。でもちょっと値段が高いです。
はい、次はトゥアク。トゥアクはインドネシアの伝統的なお酒です。米やヤシの実から作られたお酒です。体にとてもいいんですが、インドネシアではお酒を飲むのがちょっとあまり、ちょっと悪いイメージがあります。だからあまり飲む人が少ないです。有名な文化を紹介します。あとはポスターセッションで、はい、まずはバティックですね。バティックコントレイ、私が作っているもの、これはインドネシアの伝統的な服です。それでアンクルンはインドネシアの楽器です。竹、バンブーで作られました。次はレオフダンス。レオフダンスは東ジャワのミスティカルダンスです。後で説明します。それでこれは、ペンデントのダンスですね。バリのダンスです。お土産、まずワヤ。ワヤはインドネシアの人形です。それでシルファーです。それでコテカ。これはなかなか面白いですけど、ちょっと時間がないから後で説明します。それでバトアキ、インドネシアの指輪です。では私の発表、これで終わります。質問があればポスターセクションでお願いします。ありがとうございました。